文化審議会、国語文化会、日本語教育小委員会の主査を務めております石井恵理子です。よろしくお願いいたします。本日は日本語教育小委員会における審議状況についてご報告いたします。文化審議会、国語文化会、日本語教育小委員会では平成25年度に日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について報告で整理された11の論点について順次検討を行っております。で、今年度は論点3、日本語教育の標準や日本語能力の判定基準についてと、論点4、カリキュラム案等の活用についての、改定に向けた検討を行っております。日本語教育の標準については、日本語教育の参照枠一次報告を取りまとめ、11月20日に公開したほか、日本語能力の判定基準等に関するワーキンググループにおいて、日本語能力の評価についての検討を進めており、日本語教育の参照枠二次報告として取りまとめる予定でございます。論点4については、生活者としての外国人のための、標準的なカリキュラム案の改定に関するワーキンググループにおいて、令和3年度末をめどに、生活者としての外国人に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案についての、改定に向けた検討を行っております。それでは日本語教育の参照枠一次報告について、ご説明いたします。本報告は、国内外を行き来する多様な日本語学習者および、日本語教師をはじめとするすべての日本語教育関係者が参照することにより、生活、就労、留学といった、外国人の活動状況に応じた日本語教育の基準や目標を定めること、これが容になるよう、学習、教授、教科に、かかる日本語教育の包括的な枠組みを示すということを提言するもので、令和元年6月より審議をしてまいりました。まず、スライドの右上をご覧ください。日本語教育の参照枠の目指すものとして、1、日本語学習者を、社会的な存在として捉える。2、言語を使ってできることに注目する。3、多様な日本語使用を尊重するという3つの柱を示しました。次に、スライド左側真ん中あたりですが、日本語教育の参照枠一次報告の構成をご覧ください。日本語教育の参照枠として示す範囲には、日本語能力の熟達度を6つのレベルで示した全体的な尺度、それから6つのレベルを5つの言語活動ごとに示した言語活動別の熟達度、そして社会的存在である言語使用者及び学習者が言語を学ぶ上での目標を具体的に示した言語能力記述文、CEFR can do ですね。これが含まれます。その下には分野別の能力記述文 can do があります。そして今後生活、就労、留学などの分野別の言語能力の記述文が作成され追加されていくということが期待されます。例えば生活 can do については文化審議会国語文化会が平成22年に取りまとめた生活者としての外国人に対する標準的なカリキュラム案についてを元に作成したキャンドゥリストの試案を参考資料に収めました。分野別の能力記述文キャンドゥ、この下には個別の団体、教育機関等が自由に作成する現場キャンドゥがあります。次に、日本語教育の参照枠によって期待できる効果についてご説明します。スライドの右下をご覧ください。生活、就労、留学等の分野別の能力記述文 can do が開発され、具体的かつ効果的な教育評価が可能になります。
2つ目ですけれども、日本語能力が求められる様々な分野で共通の指標による評価が可能となり、国内外の試験の間の通用性というものが高まります。3つ目ですけれど、国や、教育機関を移動しても適切な日本語教育を継続して受けることができる。日本語教育の参照枠はこのような、期待できる効果によって共生社会の実現に寄与していくことができればと考えております。次に、日本語教育の参照枠における言語教育観について説明いたします。日本語教育の参照枠では、5つの言語活動をバランスよく学んでいくことよりも、個人にとって必要なことから学んでいくということを重視します。社会生活において求められる日本語能力は、学習者が置かれている状況やライフスタイルによって異なります。例えば、図に接客業などの、対人サービスに携わる方々に対しては、読み書き能力よりも話したり聞いたりする能力においてより高い日本語能力が求められる傾向があるのではないでしょうか。また、翻訳業などに携わる方に対しては高い読み能力、書き能力が、求められるのではないかと思います。このように、状況に応じて必要となる言語活動についての日本語能力を伸ばしていくということが重要です。図2、図3はあくまでも例示です。就労場面で高等能力が優先的に必要とされるとしても、生活者としては、読み書き能力が必要とされる場面もあるのではないかと思います。このように教育活動においてどのような能力を優先して扱っていくのかということについては、学習者の目的に応じて言語活動別に考えていく必要があります。多様な言語背景を持つ人々と共に暮らしていくためには、日本語学習者一人一人の日本語能力についてできることに注目するということが重要です。そこで、日本語教育の参照枠では、熟達度を言語活動別に捉えていくためのその指標を示しました。本報告の18ページには、5つの言語活動のうち、話すこと、やりとりですね、この熟達度が上がっていく様子を示した図4があります。この図では、初めは自己紹介や基本的な挨拶などができるだけであったのが、熟達度が上がっていくにつれ、やりとりの幅が広がり、様々なことができるようになっていくということを示しています。日本語能力の熟達度は、日本語学習者本人の努力だけではなく、周囲のサポートによっても、左右される場合があります。例えば A2 の2やり取りの言語能力記述文のようにやり取りの相手が、発言の内容を繰り返したり言い換えたりあるいは共通語で話すことによってできるようになる言語活動もあります。言語能力記述文は日本語教師と日本語学習者だけではなく日本語教育に関わるすべての人々が参照し、日本語学習者の支援に活用していくということが重要です。なお、報告の全文をご覧になりたい方は、文化庁ホームページ、報告答申等の、日本語教育の参照枠、一次報告、令和2年11月20日付ですね、これを、ご覧ください。今後、本報告が日本語教育の共通の指標として参照され、多様な日本語教育の現場で用いられ、国内外の日本語教育関係者や、日本語学習者がお互いの教育実践をめぐる知見を共有しまして、連携することにより日本語教育の質のさらなる向上が図られ共生社会のその、実現に寄与していくということができればと考えております。なお、今後の予定としては、先ほど説明した通り、令和2年度末に、日本語能力の評価に関する日本語教育の参照枠二次報告として取りまとめる予定です。続いて、令和3年度中には、教育現場で活用できる教え方の手引きについての審議を、行い、
日本語教育の参照枠最終報告として取りまとめる予定でございます。以上が令和2年度の日本語教育小委員会における審議状況です。日本語教育の参照枠についても生活者としての外国人に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案についての改定についても今後の日本の日本語教育施策全体に関わる重要なテーマであると思っております。毎回の会議には多くの方々に傍聴いただいていますが、今後も広く意見を伺いながら開かれた議論を行っていきたいと思います。以上、審議経過のご報告とさせていただきます。ありがとうございました。